衝撃。渋野日向子のポートレート写真で見つかった真実。皆さんは、渋野日向子という、ゴルファーをご存知でしょうか？彼女は、2023年全英女子オープンで日本人女子、ゴルファーとして、初めてメジャー大会を制覇したことで、一躍有名になりました。今や、若い女性から、絶大な人気を誇っています。そんな彼女の魅力の一つに、眩しい笑顔が挙げられます。ゴルフ場でも、普段の生活でも、常に笑顔を絶やさない彼女のポートレート写真を見れば、誰もが彼女の虜になることでしょう。しかし、先日公開された彼女のポートレート写真には、衝撃的な真実が隠されていました。その写真には、彼女が男性と手をつないでいる姿が写っていたのです。驚くことに、その男性は、彼女の彼氏であることが判明しました。このニュースを聞いた世間は大いに騒然となりました。渋野日向子のファンである若い女性からは、私たちの夢を壊さないでほしい彼女が彼氏を持つなんて信じられないと落胆の声が聞かれました。一方、男性ファンからは、俺が彼氏でいいんだがというコメントが相次いで寄せられました。笑み、彼女自身は彼氏との手つなぎ写真を SNS に投稿することで、ファンたちに正直に、自分の気持ちを伝えたことを明かしました。これにより、彼女に対する新たな共感の声が上がっています。彼女は、ゴルフに熱中するあまり、恋愛を後回しにしていたという過去を持っています。ですが、彼女の側近によれば、彼女が、最近、彼氏と一緒に過ごす時間を増やし、恋愛に、も積極的に取り組んでいるとのことです。渋野日向子という女性は、ゴルフのプロとして、世界中から注目を集める存在です。彼女の才能は、まだまだ開花し続けることでしょう。しかし、彼女にも、恋愛やプライベートがあるということを、忘れてはいけないのです。彼女のポートレート写真から見えた真実は、彼女がいかに素直で人間らしい女性で、あるかを物語っています。彼女の今後の活躍と恋愛にも注目していきましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。